演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、食べます炭火蒸しを食べたいと思います。いやー、かわいいキャラクターが揃ってますね。食べますってローソンのイメージあるんですけど、これファミリーマートなんですね。どう、結構いろんなところで提携してるのかな。で、チャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ではかわいいけど、いただきます。そんなすみっこにいないで、もっと仕方に出てきなよ。ここに書いてある通り、白い子の方はミルクの味の優しい甘さが口の中にふわっと広がってきましたね。でもミルク感というと割とシンプルな感じですね。なのでミルク感はシンプルな味でたっぷり堪能したい人向けの味です。そしてリンゴはこちらは全然リンゴの酸味はしっかり口の中に広がってきてとっても美味しい。リンゴなんてあるようなないような気がしますね。でもどちらも可愛くて美味しかったので、こちらのテイストさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。